8月4日、8月25日、そして9月の14日にオンライン話し会が開催されます。オンライン話し会では座ってゆっくり1対1でお話しすることができるので、メンバーからすぐに認知してもらうことができます。またご参加いただいた方は楽屋の定点カメラも見ることができるので、メンバーの普段の姿とかいろんな組み合わせが見れてとっても楽しいと思うので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、7月の28日、8月の24日、9月の23日に、個別握手会が開催されます。今日のサイン会や握手会は2人のレーンなんですけれども、この今言った日付は個別で1人でソロレーンの握手会、になりますので、ぜひ皆さん1対1で直接お話しできる貴重な機会なので、皆さん参加ご検討お願いします。はい、続いてリリースイベントの日程を告知させていただきたいと思います。7月27日、8月18日、そして9月1日にあります。私たちと一緒に今年の夏いっぱい一緒に盛り上げましょう。いっぱい会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私たちファイナリストのショールームレギュラー番組 FM が各週水曜日21時から配信しています。そして個人配信もしているので、ぜひ見てください。待ってます。そして8月3日東京アイドルフェスティバル岐阜に出演させていただくことが決定しました。皆さんの前でパフォーマンスするのをとても楽しみにしているので、ぜひ見に来てください。お願いします。